回ははるばる有明海まで行ってきました。有明海は九州の佐賀、福岡、長崎、熊本の4県に囲まれた海域で、遠浅の海、潮が引くと波打ち際が6キロ先になるところもある日本最大級の干潟です。この海ではワラスボ、ムツゴロウ、エツなど有明海にしかいない特産種が多数います。その中でも今回は海のエイリアンと言われるワラスボの漁、いわゆるスボカキ漁を体験してきました。有明干潟にやってきました今から海のエイリアンと言われるワラスボを取っていきたいと思います。やるぞバケツでもどうぞ。いそうなのに外れです。なんか感覚はあります？空を穴を埋めに行っている意外と難しい重いやったぜ。ガー結構なんか一匹はゲット、一匹はゲットです、どんなお味がするんでしょう。なんかすごい取れません色白ですよ。色白だね。色白ですよ。